はい、こんにちは。日本海角と靴沢です。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。政治活動資金にさせていただきたいと思います。たった一日デモをやっただけなのに、真っ黒に日焼けしてしまいました。私、蛍光灯でも焼けちゃうタイプで、まあまあ、あれだな。色黒の方だわな。真夏に土方のバイトやってた時なんか真っ黒けっけで、何人かと思ったと知り合いに、言われてしまったこともありまして、経営悪化する民放救済のため NHK と民放の中継局共同利用を総務省が検討開始だそうであります。民放ネット配信に NHK がどう協力できるかも合わせて、検討開始。民放のネット配信に NHK が乗り込んでいって、そこから受信料をなんとか取ってやろうって、腹なんでしょうか。一般反応です。強要とは言うが、金のある NHK に民放が乗っかるだけでしょ。民放よっぽど苦しいんだな。ざまあみろ基地局まとめて災害で全部やられたら、公共放送の役割は果たせるの？民放と組むなら受信料は廃止すべきだろう。民放は広告料で金稼いでますんで、そこと組む、一体化、提携するって言ったら、受信料独立した放送ではならないんじゃないかなっていう、意見ですかね。ただの民間企業でも救済対象なの？民間企業ですよね、テレビ業なんかね、ただの。したらそこら辺のね、スーパーやら、もう救済してもらいたいんですけど、総務省に。契約家は自業自得だろ、甘えんな。受信料という名の税金を民間企業に配るとは、法律もへったくれもなく、生き残りたいだけ、健全な競争を阻害し、市場を歪ませるだけ。私はとっくにね、テレビに絶望して、ぶん投げて、もう20年近く経ちますんで、NHK に民放が乗っかるだけ、その通りかと思われますね。民放救済のためとあったしですね、実はちょっとした法律が足されまして、NHK が黒字、儲かったら、その分を受信料値下げに当てなくてはならない。という法律ができたんですよ。その法律できた時からね、これでNHK が子会社にせっせせっせと金流したり、あと必死で金使ったりして、黒字にならないようにするんだろうな、値下げしたくないから、なんては思っていましたけれども、これ NHK の黒字減らしという側面もあるんじゃないでしょうか。民放テレビ局の救済プラス NHK の黒字減らしという目的。なぜなら黒字を出すと値下げに当てないといけないから。あいつら死んでも受信料値下げしたくないじゃないですか。死んでも。ということでね。ということは強制的に取り立てられた受信料を一民間企業に過ぎない民放に注入って目的外使用じゃないの？受信料。これは独立した、公平な放送、NHK の放送。まあ、そんなものはどこにもないんですけれども、そんなものは存在しないですけど、建前上ね、NHK の放送の独立性を担保するために、別に受信料って取ってるんでしょ？広告料で食ってる民放はどうしてもスポンサー企業に影響されるから、ということで受信料取ってるんでしょ？それね、民放救済に使うって目的外使用じゃないの、受信料。受信料はですね、NHK を見るための対価だとしても目的外ですよね、民放を救うのは。NHK が主張するですね、受信料は NHK 存続のための負担金っていう目的からも目的外使用ですね。NHK 存続のための金がなんで民放救済に使われなくちゃならないんだ。存続しなくていいですよね。皆さんね、NHK なんか存続しなくていいですよね。必要ない。それに受信料支払ってる人は一部で民放救済します。いや潰れそうなんで、俺らの天下り先減っちゃうんでっていうのに納得して同意して払ってんのか、
してないでしょ。まあこれからだっていう話ですけど、法律もへったくれもなく、まさにあの総務省の応募ちょっと無理やりが過ぎませんかね最近ね。そんだけ民放が苦しくて美味しい余り下り先が減っちゃったらどうしようって危機感持ってんのはわかりますけどね。 NHK に割増金を認めちゃったり、最近の総務省はなんかあのめちゃくちゃもう無理筋を通しすぎて無理になってる。民放が苦しいのは自業自得ですわね。NHK でもロングバージョン見直しましたけれども、あんだけ沿道からのデモを目撃した方が多いのに、数千人じゃ聞かないと思いますよ。スクランブル交差点、1回のあの信号で3000人が往来する世界一交通量が多いスクランブル交差点の周辺だけだって数千人待機してるわけだから、そこを封鎖して何千人かにの足を止めてしまったんですけれども、それはご勘弁くださいということなんですけど、まあスクランブル交差点の周辺だけでも数千人いますよ。あとね、あの渋谷の繁華街ずっとあの降りてきたんだから数万人見てると思うんですけれども、こんなにねあの目撃者多いデモなのに報道しないって根性と神経がすごいな。今更報道できないのかもしんないですけどね。あるいはですね、あの NHK に乗っかって助かりたいっていう、基地局をあの NHK の金で作った基地局に乗っからしてもらいたいっていうつもりの民放はですね、NHK にはちーっとも逆らえないのかもしれないけれども、新聞も全部取材に来なかったから NHK に全部逆らえないっていう力関係が存在してんだろうな。沿道にいた何万人の目撃者さんはですね、あれテレビニュースになってないな、疑問に思うじゃないですか。でテレビや新聞への不信感が高まっていって、ある日突然真実に気がつくと、あ、日本のテレビと新聞は日本のじゃなかった、外国のスパイだな。テレビ以外の業界で全部ですね、自社の商品を精一杯の努力重ねて良くしよう良くしようってしてんですよ。日々努力して、テレビだけですよ、あの報道すべきを報道せずに、報道せんでもええですね。たった5人ぐらいのマイナカード反対回線なんちゅうの全国ニュースにしてね、自社商品、この場合イコール情報じゃないですか。メディアの商品って情報じゃないですか。それをですね、自らダメにしてる業界なんか他にあるんですかね。私の持論ですけど、メディアは自分の商品を自ら毀損する唯一の業界、自分の商品ダメにする、自らダメにする唯一の業界であると考えます。こんなあのバカ野郎どもの経営が苦しくなるのは全くの自業自得でして、経営から乖離した鬼子の NHK は視聴率関係ないからね。それはですね、あの個別にやっつけるとして、テレビ見てるとバカになるよ、捨てましょう。啓蒙活動よろしくお願いいたします。総務省と NHK と民放が足掻くのが間に合わないぐらいね、テレビの衰退の速度が早ければこちらの勝ちであります。今回みたいなあのおかしな方法で足掻いたら足掻いたで、ここおかしいだろって攻撃すればいいですもんね。国会でダイブして3名を怪我させた山本太郎、共産社民令和以外から懲罰動議されていたが、参院議員運営委員会理事懇談会の密室で懲罰委員会送りを見送ると発表。自民党の石井準一委員長、共産党が強行に反対した、理事会の総意だ、反省してますとの言葉もあった。であそこであります、一般判断甘いな、ますます調子に乗るで。絶対反省してるわけないじゃん。反省してるって言えば何やってもいいのか。国会で傷害事件が起きたんだろ、そんなんで許される前例できたな。せめて国会で謝罪させたらどうなんだ。牛歩やったり数珠持ち込んだりの山本太郎に異常に甘いのはマジで何なの。なんでですね、民主主義者の我々を奴隷が家畜のように思ってっから、共産党は公選法も平気で破るんですよで事実を言っただけで、私がですね、あの47年ぶりの懲罰委員会かけられて、複数名を怪我させた、傷害事件を起こした山本が懲罰委員会にすらかけられないっていうのは何なの一体。理不尽すぎるでしょ。
私は言っただけで、あの、委員会かけられて何時間もギャスか吊るし上げられて、まあ、帰り道しましたけども、傷害事件犯人の山本がお咎めなし。なんでなの？被害届出したから逮捕待ちなんで様子見してますって言うならわかるけど、さあそういう発表もないですよ。共産党は強硬に反対した。だから懲罰しないっていうのはご寝毒では。論より大声嫌がらせが曲がり通っちゃってんではないですか。そんなんじゃ何でもですね、あの強行で暴れれば懲罰されないっつう悪しき前例作ったんじゃないのこれ。こんなんじゃ今後も国会で傷害事件起きるでしょうね。自民党のあの国家運営の素養なしですね。議員なんかあの揉めてなんぼでしょうよ。自民党のあのことなかれ、のレベルが病的、病的なことなかれ。もうすべてめんどくさい。そんなったら、息すんのもやめて、あの、窒息しろって話なんですけど、憲法審査会もですね、あの、特定野党に何年も何年も開催阻止されてさ、なんせあの、日程決める会合に来ねえっちんだから、野党ども。連中がいないとこで家庭進めろよっていう一般意見も無視してさ、山本はじめ共産の若いのとかが国会でどん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 暴れて負傷者出してめっちゃくちゃ並べですね。怪我人続出、100人ぐらいのあの与党議員とかが入院する時点になって大怪我して、中にはあの死んだ人もいて、そうなりゃいいっすね。もういっそのことめっちゃくちゃなりゃいいっすね。そうでもしないと自民党の目覚めないでしょ。お前らのことなかれは病的だからな。共産党沖縄県議戸口治70歳。岸田政権の大軍拡で沖縄が要塞化し捨て石にされる。沖縄が前線になるのは嫌ってことらしいんですけどね。一般です。また始まった。そんなことより代表選挙しようぜ。要塞化されてない方が捨て石にされやすいんだけど、捨て石に金かけて要塞化せんだろ。頭大丈夫か。どこに対しての捨て石にされるっていうの。捨て石にしないために守りを固めるんだ。では海で仕留めるから沖縄は戦場にならない。全く同意見ですね。捨てるつもりのとこに金かけて守り固めっか。バカなんですかこの人。まあとりあえず共産党はですね、あの戦争の不安を煽ってですね、己自民党って信者に思わせればいいから事実とか合理は全く必要ないと、及びでないと。これ聞いてですね、さすが共産党って納得する信者はですね、赤旗部数が危機的って共産党自身が泣き言言うぐらいにはだいぶ数減らしたみたいなんですけど、いつ滅びんのかなーって、共産党はなーって、朝日新聞と NHK と共産党の消滅、あるいはなんかあのゴミくずみたいになって誰も相手にしないっていう無力化状態を私は見たい、生きてるうちに。私はあの不破鉄道93歳の X デーが共産党大混乱からの崩壊開始って見てますが、その日が早く来ますように。不破鉄道の X デイをが早く来ますように。皆さんはですね、あのこういうことを願うと、罰が当たりますけれども、代わりに私が祈っていきます私あの無敵の人だから失うものは何もないっつうですね。というわけで、なんだっけな、あ、今週土曜日メール党員様限定懇親会、申し込んだ人は忘れないんでね7月1日制作報告会やります。皆様のご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。